ザモリンザモリンは南インド、ケーララ地方のカリカットを中心にマラバール海岸を支配したヒンドゥー領主。現地ではサームティリと呼ばれた。ザモリンの名は海の王を意味するその名りとされる。カリカットは古くからアラブ人との交易があり、7世紀の北インドにはウマイヤ朝などムスリム勢力が侵入してきたのに対し、南インドにはムスリム上人が 交易目的で訪れた。カリカットにはアラブ人の集落が作られ、イラン人やアラブ人のムスリム商人は現地のインド人と婚姻し、マラバール地方ではマーピラと呼ばれるムスリムのカーストが形成された。このマーピラはマラバール地方の人口の20%を占めたとされ、北インドの王朝が騎馬戦術を用いるようになると、南インドの王朝もそれに対抗するため馬を、 輸入するようになり、マーピラはアラビア海における馬貿易で活躍し、カリカットは繁栄した。15世紀のインド洋交易を支えていたのはアラブやペルシアの商人とインドの商人であった。一方、カリカットはザモリンと呼ばれるヒンドゥー領主が支配するようになり、ザモリンは強力な軍事力を持ってコーチン王国ベーナードと並んでマラバール地方を支配した。歴代のザモリンは 公益を奨励し、アラビア商人やグジャラート商人、マーピラやキリスト教徒、ユダヤ教徒が活躍し、カリカットは公益の中心となり、莫大な関税収入でますます栄えた。また、マラバール地方は、古商などの特産地であり、カリカットから輸出されたそれらは、インド洋のみならず、地中海方面にも輸出された。ザモリンと面会する、バスダガマ年月、 ポルトガルの旅行者、バスコダガマがカリカットに来航した。ザモリンに面会したが貢ぎ物が少なかったことから、礼遇され、同年8月ポルトガルに帰国した。しかし、ポルトガルはインド航路開拓により、カリカットがインドにおける貿易の中心地であると分かり、故障などの貿易独占をもくろんで、以降ザモリンと敵対するようになった。無論、 ポルトガルのインド洋交易の支配を目指す進出は、現地勢力との対立を招き、1500年12月にはザ、ザモリンとの間に衝突が起こっている。ポルトガルは1502年に再び、バスコダガマを派遣し、カリカットとコーチンに報復攻撃を行いコーチン王国と、交わし、1503年帰国した。しかしザ、ザモリンは、コーチン王国と兼ねてから不仲であり、 同年3月に高鎮を5万5千の兵で包囲、したが、攻め落とすことができず一連の戦いで、兵5千を失い、8月に退却した。1504年3月にザモリンは、兵5万4千から8万9千を持って、再び高鎮を攻めたが、兵19千を失う、大打撃を受け、7月に退却した。これらの戦いにより、ザモリンは単独で戦うのは不利と考えるようになり、 ポルトガルと敵対する勢力も、また徐々に結集するようになった。こうして、1509年2月3日にザモリン、グジャラーとスルターンアサの総督であるディーウ等の領主、エジプトのマムルーク朝の連合艦隊と、ポルトガルのインド総督、ローレンソであるメイガ率いるポルトガル艦隊がディーウ、沖で激突した。連合軍は、圧倒的な艦隊を保持していたにもかかわらず、 ポルトガルの巧みな戦術に敗北し、ポルトガルは、航海、アラビア海など、インド洋の支配権を獲得した。1511年、ポルトガルはカリカットに新たに港を開港し、1513年には、アルメーダにより、カリカット要塞が建設された。だが、1526年にザモリンは、カリカット要塞を奪い、ポルトガルはカリカットから撤退し、その実験は、 ザモリンの元に戻った。その後、オランダ勢力が進出すると、ザモリンは、オランダと結んだコーチン王国との戦いに戻り、17から18世紀を通して戦い続けた。しかし、1766年2月に、マイソールの支配者ハイダルアリーが、マラバール地方を侵略し、不評一万二千、騎兵四千でカリカットを陥落させ、町は破壊された。 1774年1月19日、ハイバル・アリーの再侵略により、ザモリンは事実上滅んだ。19世紀のザモリン1792年、第三次マイソール戦争に負けたマイソール王、ティプー・スルターンが、シュリーランガ・パトナ条約を結び、トラバン・コール王国、コーチン王国を除くケイララ地方を割譲すると、カリカットは、イギリスの領土となった。 ザモリンはイギリスに反応として扱われず、カリカットにおける政治権力を失ったが、マラバール地方における最大の地主となった。1931年から1932年にかけて、ケーララのインド国民議会派は、グルバユール寺院を不可食泉民に解放する非暴力運動を組織したが、この寺院の被護者であったザモリンが拒否したため運動は挫折した。 しかし、現在の氷高度には、ザモリンのかつての栄光を示す建造物などはほとんど残っていない。ありがとうございます。